こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品探しの原則。頭を仕入れず仕入れる。これ誤字じゃないです。商品探しの初心者が良い商品を見つけられない一番の理由が創意工夫です。余計なフィルターをかけることでライバルの多い激戦商品ばかりを扱うことになります。次の仕入れ商品3つのチェックポイント以外のフィルターは不要です。商品探しの3ステップ、各段階で探し方は異なります。その1、アカウントを強くすために売れる商品を探して売ると。この段階では、商品をね、写真撮ってきて、その写真から商品を探すのをお勧めしてるんですけど、その1の段階では、商品名プラス型番が基本です。例えばね、これね、白かとか、コンフィとかね。食洗機ですからね、中にあのパナソニックとか、サンヨーとかいろいろあると思うんですけど、そのパナソニックとかね、この白カって部分を除いて、一般的な商品名にしちゃうと、大抵ライバルがいる商品ばかりになってしまうと。あるいは、ベストセラー商品を上から見てね、売れてる商品がいいんだろうということで探すと、もう大赤字になる商品しか見つかりません。その2、アカウントが強くなったら、儲かる商品を探して売る。このアカウントがもう強くなった後はですね、その商品名でね、型番なしでずらっと出てくる商品の中から探してもいいですし、あるいはね、その商品のランキングを見て上位の方からね、商品何か探しても OK と。自分が何しろ強いアカウントになってるんで、弱いセラーがね、多少いたとしても、売って儲かる商品が見つかります。で、その3、あとはね、儲かる商品を補充し続けるということなんですけど、この時はもうね、アカウント強くなってますんで、この段階になると、売れて儲かった商品の関連商品探しもすごく楽になります。始めたばかりの初心者の時が、一番商品探しの難易度が高いわけです。大抵はね、初めの頃はこのベストセラーランキングとか見たりね、あるいはね、誰でも思いつくキーワードなんかで探しちゃう初心者さん多いですけど、それだとね、全然売れる商品見つかりませんということになります。初めのうちは商品探し大変ですしね、いろいろ送って売れないとか、あるいはね、送った商品赤字になるというぐらいであれば、個別サポートを使って商品探しをした方が、時間とお金のストレ、えー節約になりますし、何よりもね、ストレスがなく続けることができます。続けるだけで稼げるオーストラリアアマゾン、ね、続けやすいように、サポート、受ける個別サポートにアップグレードするというのをお勧めしますんでね、サポートを受けたい、あるいはアップグレードしたいという方はね、お気軽にご連絡ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。